カール・ハインリ・ヒゲオルク・フェルディナント・クライペは、ドイツの軍人。1944年4月、イギリス軍とクレタ・レジスタンスの共同作戦により、ギリシャ・クレタ島から誘拐されたことで知られる。クライペは、チューリン・州、ニーデル・シュピールに手生を受けた。第一次世界大戦が始まると陸軍に志願し、1915年12月までに、注意になる。 敗戦後には、ヘッセン中林元ワルデック義勇軍に所属し、1919年10月からは、バイマル共和国軍に参加する。1939年までに大佐に昇進する。クライペは、第58不評師団、第209不評連隊長として、第二次世界大戦の勃発を迎え、フランス侵攻に参加した後、東部戦線に移って、 バルバロスサ作戦最中のレニングラード包囲戦に参加した。1941年10月13日、岸鉄十字章受章。1942年5月までレニングラード戦線で指揮を取った後、ドイツ本国に呼び戻され、軍政及び教育に関する業務に就く。1943年6月には、第79不評師団長として、再び東部戦線に戻り、 10月まで戦う。1944年3月1日、クライペは、フリードリヒビルヘルム・ミュラー将軍の後任として、クレタ島守備隊司令を兼ねる、第22不評師団長に就任する。1944年春、連合国軍は、クレタの屠殺者として知られていた、ミュラー将軍の拉致を計画した。この作戦は在ギリシャの英国特殊作戦。 執行部エージェントであるパトリック・リー・ファーマー・少佐と、ビル・スタンリー・モス・隊員によって指揮され、またクレダ・レジスタンスの協力を得ることとされていた。しかし作戦発動前にミュラーは島を去り、ソエではこの作戦をそのまま公認者クライペの誘拐に転用した。クライペの公用車4月26日夜、クライペは、アルカネスの守備隊司令部から出発し、 イラクリオンから約2 5トル離れた司令官皇帝ビラ、アリアドニンに向かった。司令官皇帝は厳重に警備されていたものの、当時クライペ自身は護衛を連れていなかった。ファーマー少佐とモスタイはドイツ軍や先憲兵舵艦の制服を着用して皇帝から1キロメートル手前に立ち、やがてクライペの公用車が現れると運転手に通行証の提示を求めた。 そして公用車が停車すると、ファーマーは、暗いペ側の扉を開けて、拳銃を奪うとそれを突きつけ、暗いペを脅し、さらに運転手を引きずり出したモスが、運転席に飛び乗った。現在、アルカネスには、この誘拐作戦の記念碑が残されている。モスが運転する公用車は22個の検問を通過し、1時間半、かけて、イラクリオンを離れた。その後、 ファーマーは一時モストクライペから離れ、すでに島からの脱出が行われたと偽装するべく、いくつかの荷物と共に離れた場所へ、公用車を放棄した。モストクライペは、サンガクレジスタンス組織アンダルティコの支援を受けつつ、山を越えてからファーマーと合流した。ドイツ軍守備隊の追跡を受けつつも、クライペを連れた誘拐部隊は、回収部隊が到着する予定の島の南側を、 目指した。1944年5月14日、彼らは、ローダキの近くのペリステレス海岸より機動艇第842号艇に登場して島を脱出、エジプトへと送られた。クライペは、尋問を受けた後、カナダの捕虜収容所に送られた。後に、ウェールズの特殊収容所に送られ、1947年に釈放された。1972年には、 かつて自分を誘拐したモスやファーマーと共にギリシャのテレビ番組に出演した。1976年、ノルトハイムにて死去。1950年、かつて誘拐作戦の指揮官の一人だったモス、元大尉が誘拐作戦に関するノンフィクション小説、イルメット・バイ・ムーンライトを発表し、ベストセラーとなった。1957年にはこれを原作とする映画。 将軍月光に醤油が制作され、マリウス・ゴーリングが、クライペを演じた。ありがとうございます。